しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日も無課金サブサバがコラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は購入履歴からお見せしてるんですけれども、今無料配布分24個あるじゃないですか。ここからさっとさっとさっとガチャ行ったら神引きできる説。動画開始1分以内にガチャを引いたら神引きするんです。しませんでした。本当にありがとうございました。もう一回行きたいと思います。お願いします。早っ、最速。自分の動画の中で一番早くガチャ引いたかも。あ、クレモリー出た。ありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、石を集めて集めてガチャを引いてっていう感じでやってるんですけれども、前回の動画からまたボックスをちょっと広げましたね。うん、今300でやっております。なんでかって、やっぱりね、こういう素材系をね、どんどん集めていくと必然的にボックス広くしなきゃ間に合わないっていうのと、あと見てください、奇跡がね、徐々に徐々に集まってきてると思います。これはなんでかっていうとですね、前回の動画見ていただけましたでしょうか。こちら、メノアゲットしましてですね、この子がいることによって、まあ、フレンドさんがこうアルジェとか、バレンタインイデアルでも全然いいんですけど、そのあたりを使ってですね、オール予備ダンジョン、ここの壊滅級のね、この深海の近道、ここを回れるようになりました。まあ時間はかかりますよ、もちろん。毎回しっかりパズルしてっていう感じの立ち回りにはなるんですけど、ここクリアできるようになったので、まあノマダンだったりテクダンを進めながら、スタミナがちょっと溢れそうな時とか、ここ行くようにしております。そんな感じの、進め方でして、他で言うと、まあガンホーコラボダンジョン、これもね、全部クリアできたんですけど、これスコアが取れん、 S が取れん。まあ 2GP 欲しいんでね、 S 取る方法ちょっとまた模索してやっていきたいと思ってるんですけど、 S が取れん、なんとか勝てるぐらいなんで、全然 S が取れん。はい、でゴールデンウィークチャレンジはもうちょっと、まあ最終日ぐらいにやろうかなと思ってます。で他の降臨系は挑戦してないんですけど、曜日ダンジョンだったり素材は、全部やっております。はい、でクエストもですね、初級が終わっていて、中級者向けもこれもね、メノア使うと勝てます。メノアとアルジェ組み合わせたら大体勝てちゃいます。ちょうどボス行くぐらいでね、もうフレンドアルジェ選んでたらアルジェ変身できるんで、それでだいぶ楽できてって感じがありますね。はい、まあこのね、スタミナゼロということで、皆さんこれ気づいてますか？スタミナゼロなんですよ。そうだから、この壊滅級、この辺もね、なんとか周回してスキルマ作っておきたいなって気持ちはあるんですけど、それはもうちょっと先かなと思います。ただね、スタミナゼロだからこそ何回でも挑戦できるし、負けても別に悔しくないというか、まあ、悔しいは悔しいですけど、スタミナゼロなんで失うものはないかなといった感じです。ここあたりじっくりやっていきましょう。で、テクダンも前回の動画で多分まだ手つけてなかったって言ったと思うんですけど、だいぶ進んで今ネレウスの入り江まで来たところです。はい、で今日やりたいことなんですけども、ノマダン、はい、伝説の航路までたどり着きました。この辺のね、天空竜だったり、まあ、ヘラだったり、ハイランダーだったり、その辺りはサクサクっと攻略できたので、まあおそらく航路もクリアできるんですけど、なんとなく航路とその次って結構大事じゃないですか。なんで動画でやりたいと思います。いきましょう。はい、ということで、私が今使ってるパーティーがこんな感じですね。フレンドさんがね、アルジェ出してくださってるんですよ、このね、雲のアルジェ。はい、これで、メノア組み合わせて、スキルレベルはもともと上がってました。でレベルマックスにして、アシストも一応ね、今持ってる武器これしかないんですけど、これ一応つけてます。まあ相性いいかな。うん、バインド効かずにこれね、割合回復とバインドと複製無効状態回復できるんで、はい、相性はいいのかなと思います。で、まあその壊滅級の素材奇跡ラッシュ行く時もね、ヘラドラに対してオリアがもう大活躍するんで、はい、オリアは鉄板です。で、オーディンもね、進化もうちょっとなんですよ。はい、ダイヤドラゴンフルーツ。まあ、ゴールデンウィークチャレンジのレベル3でゲットできるっていうのがもう分かってるので、それとあと宝玉手に入れば進化はできますと。で、チェルンは、まあ、HP タンクだったり、追加攻撃だったり。で、メタトロン、なんとなく、
闇枠かな。はい、そんな感じです。で、あともう一個、まあさっきからペチャクチャ喋ってて、お前この端末の時だけおしゃべりだなって思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、覚醒ワッチコストを無限しか持ってなくて結構指がしんどい。はい、やっていきましょう。やー、スタミナ88持ってかれた。これ万が一でも失敗したくないな。いきましょう。まあとりあえず L 組めばいいんで、はい、慣れてるでしょ、いっぱいやってるから。これで毎回 L 組んで全力パズルして、ね、奇跡ラッシュ回ってるんで、もうお手の物ですよ。あ、切れた、画面が切れた、なんでだ。はい、どうやら接触が怪しいようで、この角度で一切動かさずにパズルしていきます。端末なんですけど、これちょっと古い端末なんで、実はシゲドラ用に新しい iPhone SE 買いました。はい、もうすぐ届くと思うんで、はい、楽しみに待っておきましょう。行きましょう。すごい、ついに人差し指で組み出した。初めてやった、人差し指初めてでもないか、なんとかできますね。こういう時タッチペンあればいいんか、これならね、やりやすいもんね。はい、オッケー。ほらね、これたまるんですよ、ドロップ、ドリップライト。まあそれはよくて、こんなんで L 入れて、一応待ちも、あー待ってなかった。まあまあまあ L 入れとけば耐久できるんで、それがねこのメノワアルジェの強いとこなんでね。はい、バトル5。いや、ノマダンを動画にしてるっていいね。僕はこういうまったり系パズドラでずっとやっていきたいと思っている。でもがっつりやるのも好きなんでね、困っちゃうね、手が足んないね。さあ、バトル6。オーディンタマドラが図鑑埋め的に欲しい。はい、いいんじゃない。これはもう双子竜もワンパンかな。あるじゃ、進化してないけど、進化というか変身してないけど180万とか出てるからね。昔で言ったらめちゃくちゃ出てるでしょ、180万なんて。こんな感じのパズルでどうでしょうか。ここに水が入って光が落としで決まる。あ、惜しい。はい、もうバッチリです。この次も行きましょう。ランク上がるかな。はい、ランク上がりませんでした。本当にありがとうございました。はい、サクッとスタミナフリーの手下でランクを上げてきました。天元行きましょう。アルジェメノアで挑戦。いやー、もう天元か、来たな。でもさ、問題はこっから上なんだよね。こっから上の難易度ってさ、結構跳ね上がるじゃん。まあ、跳ね上がるっていうか、一気にこう最近のダンジョンになってというか、錬磨とかさ、極錬なんかも特にそうだよね。一定しっかりパーティー組まなきゃいけないなってことで、まあこのね、天元クリアしたらもう育成をちょっとガチでやっていかないと、もう気軽にガチャ引いてる場合じゃないですね。ちょっと育成の方に石回していかないと行き詰まっちゃうかなって感じはしますね。うん、ナイスパズルじゃね。うま、自分で褒めていく。いいパズル決めると15コンボになるんですね。うん、ありがとうございます。さあ、バトル4。いいパズル決めたい。いいパズル芸人。ダメだ、自分でこんなこと言ったら全然大したことねえよって言われる。ああ、水含めてない。オッケー、大丈夫でしょ。はい、ということでボスもワンパンさせていただきます。本当にありがとう。あー、水がつながる。なぜか避けた。まあいいや、倒したでしょ。イエーイ、電源制覇ゼロした。ありがてー、ありがとうございます。
はい、ということで、レンマが出てきたところで、一旦ね、先ほども言った通り、ノマダンはここで置いといて、まあ、テクダウンを進めたり、育成ですね。ここから先頑張ってやっていきたいと思います。こういう結構緩い感じでね、シゲドラどん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 進めていけたらなと。緩い感じでどんどん、まあまあまあ僕のペースで進めていきたいと思いますので、ぜひそのね成長の過程をお楽しみいただければと思います。あと一緒に始めた方はね、なんか競争みたいな、全然進んでねえじゃん俺こんなんな、ここまで行ったよとか、そういうのコメントぜひよろしくお願いします。ということで本日は以上です。さよなら。